いろいろ面倒見てくれてありがとう、セラ。本当面倒だらけでした。もっと感謝してほしいくらいです。最後まで辛辣。さっきお礼言った後だけどセラも結構迷惑かけてるからな。最後までうるさいですね。さっさとロリ連れてネル姉様のところに帰ってください。何やけどロリちゃん、うちはミミや。そういえばこのロリのお面どうしたのですか。言い直してや。なんか普段はこのお面をつけてるらしいよ。今のうちやトイレには風格がないけんな。お面で威厳を出してるんや。ウルミン、にもともと風格も威厳もないでしょうに。やめなさい、まだ10歳なんだから。とりあえず世話になった。また今度何かあったら頼むよ。ちょいちょい。なんだよ、まだ用件あるのか。時間ないんだが。超優秀なメイドにお礼をするときは後ろから抱きしめるのですよ。まったくほら、早くしてください。これでいいのか。失敗しましたね。香水をガルジ様に振ってなかったので強烈ですね。おい、ダメイド。次行ったらまたフーフーするぞ。もうすでにしてますよ。ほら、早く帰ってください。行ってらっしゃいませー。送り出し方下手くそか。行くぞミミ、先にそのゲートに入ってくれ。なんでや、主なら先導切っていかんかい。お前を後ろにしたら隙を見て逃げるだろうが。なんでそれを。浅はかなんだよ、お前は。セラ、頑張って、ヘブンズハートに入れよ。歓迎するからさ。もちろんです、当たり前のことを言わないでください。そうか、最初の自己紹介で自分のことを落ちこぼれ、って言ってたからな。ポテンシャルは本物なんだ。あとは俺とセラの努力次第。だから互いに頑張ろうって思っただけだ。そうですか。なら私がすぐに構成員になれるようにご主人様も才能を開花させてくださいね。ああ、努力するさ。ふう、騒がしい人でしたね。セラ、ネルの突然の命令に対応してくれたこと感謝する。主様はどうだった？これから頑張れそうかな。報酬はしっかり考える。セラはいつもの勤務に戻ってくれ。えへへー、最後抱きついてもらっちゃった。もう自分の世界に浸ってるな。一応何かあってはいけないと思って監視してたけど。好きな主様の匂いをごまかすために香水をつけたり、必要もないのに抱きつかせたり。最後にはそんな作法はないのに、主様に後ろから抱きついてもらったり。素直じゃないのよね、セラは。ちゃんと次は主様からお呼ばれされるように候補生になれるように頑張らないとね、セラ。もう一週間はお風呂はいいかな。それは汚いから毎日入って。主様よ、私は少々失望したぞ。今回の件は主様自身も真剣に取り組んで欲しかったのだがな。ネル、俺は本気で死にかけたし、手を一切抜いたわけじゃない。本気だ、信じてくれ。主様よ、信じてあげたいがそれには無理があるだろう。いくらなんでも。なんで幼女なんだ、しかもお前、等級はなんだ。キリミンだけど。はあ、鬼族の雑魚じゃないか。これを三強クラスと言ったら笑うぞ。いや、最初は俺と同じくらいの少女だったんだ。その時は本気で強かったんだよ。ああ、新規ばっかり、か。あとは鬼族の特性、刀身の婦人、を持っていたな。まあ、それらを含めたらギリギリのギリ、三強とは言わないが、最強クラスにはなるか。ほらね、ちなみに、刀身の婦人、って何？戦闘系能力や技術、臨戦態勢時に普段の何倍もの威力と力を出せるという特性だ。鬼族は戦闘バカだからな。戦闘に特化した力しか持ってないんだ。戦争やってところだな。あとは言うことを聞かない無能だ。話は通じない。力が全て、日々戦って人以外無法地帯にさせた上もバカしかいない連中だ。下なんかよっぽどだ。なんや、さっきからバカや、アホや、恥さらしや好き放題言いよってからに。おい、アホと恥さらしは言ってない。自分から悪口増やすな。そうだな、それはお前個人の判断にはならないな。よし、訓練場に行くぞ。もう全員向かっている。私はことかを放って帰ってきてしまったからな。先に戻るぞ。ああ、着替えたらそのまま行くよ。パトさんが帰ってきたのに浮かない顔ですね。ああ、思ったほどの成果ではなかったからな。自分の管理外というのは難しいものだな。そうですか、大変そうですね、ネルさん。そうだな、すまない。それでは話を戻そうか。今のことかはこれを使うといい。まさか、拳銃ですか。ああ、だがただの拳銃じゃない。これは自身のオーラを弾丸にして放つ銃。つまり本物の鉄の銃弾は使わないんだ。ですが私はまだオーラはうまく扱えないのですが。わかっている。だが問題ない。これはそれらの動作を全自動で行ってくれる。持ち主は引き金を引くだけでいい。もちろん、オーラが扱えるのなら、オーラ量を変えて威力を出すのも可能。ある程度設定して自動で充填してもくれる。そうなんですね。使ってみれば早いさ、撃ってみるんだ。すっごく軽いですね。それはケールという天使の王に作ってもらったんだ。空気のように軽く、どんな鋼よりも硬い。そして反動はなし、気にする必要はない。うわ、銃が光りました。充填完了だ、もう撃てるぞ。はい。すごいです。
これなら非力なことかでも扱える。それにその一撃は多いわくらいなら簡単に壊せるくらいの威力はある。だが乱用には気をつけるんだな。ことかのオーラ用は10だ。一発一オーラ、つまり最大10発が限度というわけだな。オーラがなくなったらどうなるかは教えただろう。極度の疲労感が現れて、そのまま気を失う、ですよね。さすが、なら特訓を始めよう。的を用意した。どうやって持ってきたんですか？ゲールに作らせて、BL200 個ほど機能運ばせた。BL さんお疲れ様です。それで近場で当てて喜ぶような意識の低い特訓をする気はないんでね。この距離で撃って当ててみろ。この距離でステップ1だ。わかりました。頑張ってみます。なら BL を呼んでくるから、それまでは発砲は控えるように。わかりました。さて、あの暇を持て余してる天使は部屋でテレビ見てるだろうから引きずり出そうか。もしこれができればことかも遠距離だが戦力になる。ああ、すっごい。防衛軍でもこの規模の能力を持っている人なんていないよ。シェーンさん数日ぶりね。今日は白のために来てくれてありがとう。白さんの実践はもちろん、私も何か得れるものがあればと思ってるからよろしくね。いいよいいよ、どんどん交流して成長しましょう。ここは大会会場と同じように復活エリアもあるから実践戦闘もできるからね。すっごい実践的、その技術すっごい欲しい。ごめん白、今日大岡たちも来るらしいからシェーンさんを案内してあげて。大岡選手も来るの？うん、訓練とは別件だけどね。確か東郷と、ヘルナさん、とカナメくんの4人が来るらしいわ。ヘルナ？なんでその中にヘルナ？目の怪我を治したいんだって。うちの専属医師はそういうの一瞬で治すから。すごいな、もう防衛軍の技術レベル超えてるんだよね。あ、そういえば月下お姉ちゃんたち持ってたんだ。昼ご飯かなり準備しないと。月下選手、白さんがいるのに別の空間エリアでやってるから全然見えないし感じないよ。実際感じないでしょ。すごい、大会本戦で出てきた人の3分の1の人がこの空間にいるんだけど。まあまあ、と言ってもほとんどが特訓じゃないんだからさ。月下ちゃん、来たよ。あれ、シェーンさんじゃないか。そうだね、もうそんな大物と仲良くなったんだね。すごいね。安心しろ、大岡たちの父親の方が大物だから。おい、フラフラしてんぞ、大丈夫かよ。まだ慣れないわね、固めだと。それでもいいから掴んでろって言ってるだろうが。そこまで恩を作るわけにはいかないわよ。ああそうかい。あら、シェーン副隊長、なんでこんなところに。私が聞きたいよ、まさかこんなところでヘルナに会うとは思わなかった。シェーンさん、私たちはこっちです。行きましょう。うん、お手柔らかにお願いね。あとにメリアちゃんやセッカ様、カナちゃんとも戦ってみるといいかも。多分びっくりするから。そうなの？うん、多分私以上に手も足も出ないと思うから。何それ、世界8強経験がある私でも手も足も出ないの？うん、次元の違いを思い知らされるかもね。あれ、昨日の夜と違う。ちょっと好戦的だ。あ、ことかちゃん頑張ってるね。調子はどうかな？ハクちゃん、はい、大変ですけど今までと違って全然苦しくないので楽しいですよ。ことか。でもしかして、シェーンさんでしたよね。大会で司会をやられている。私はつくよみことかと申します。やっぱりだ。相手光栄だよ。私は白鵬と同じ部隊の副隊長なんだよ。そうなんですか。父がいつもお世話になっております。いやいや、迷惑ばっかりかけてるのは私の方だから、それにそんな堅苦しくなくていいよ。だって私たち家族だもん。え、どういうことですか。私は白鵬の養子に入ってるからことかちゃんとは姉妹になるんだよ。今まで白鵬とは何年か家で過ごしたけど、こうやってことかちゃんとも会えてすごく嬉しいよ。仲良くしましょう。数年ごと、一緒に、過ごした。実の娘を放って、養子の子と一緒に、どういうこと？ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。